カルチョパドバはイタリアベネト州パドバを本拠地とするサッカークラブ。2021から22シーズンはセリエ C に所属している。アレッサンドロデルピエロがキャリアをスタートしたクラブとして知られている。1910年に AC パドバとして創設。数年後にはトップリーグに参戦し、1929年に現行のリーグ戦の形となったセリエ A 最初の シーズンにも参加している。1957から58シーズンにクラブ史上最高位の3位に入ったものの、1961から62シーズンを最後のセリエ A から降格すると、その後は低迷期が続き、1968から69シーズンにはセリエ B からも降格。百七十七年に現在のカルチョパドバに改称したクラブは、 1980年代後半になって復活の兆しを見せ、1983から84シーズンにセリエ B 復帰。1993から94シーズンにはプレイオフを経て32年ぶりにセリエ A へ帰り咲いた。しかし、セリエ A 在籍わずか2シーズンでセリエ B に降格すると、さらに3シーズンでセリエ C にまで降格する大失速。 2009から10シーズンにようやくセリエ B に復帰した。2013から14シーズン終了後、財政難によりリーグ参加登録が不可能となり破産。地元出身の実業家がビアンコスクーディティパドバを発足させ、2014から15シーズンはセリエ D に登録した。なし。ありがとうございます。